日本語能力試験 N1 問題一一番交番で男の人が話しています男の人はこの後すぐ何をしますかあの財布を落としてしまったみたいなんですが財布ですか 亡くなったのに気づいたのはいつですかえーと、昨日仕事の帰りにみんなで食事をしてその時はあったんですその後みんなと別れて電車に乗って家に帰ったら見当たらなくてそうですかでは紛失届の書類を作りますからこちらに記入してください財布の中身はえーと、現金は二万とちょっとあとはカードですね カード会社に連絡しましたかいえ、まだです。じゃあ、書類を書くよりそちらを先にしてください。カードを悪用されたら大変ですから。あ、そうですね。わかりました。それと、後で駅にも届けておいてください。念のため、食事をしたお店にも確認してみた方がいいですよ。はい、わかりました。男の人は、この後すぐ何をしますか 2番 2> 部長と女子社員が話しています女の人はどこを直しますか部長、来週の会議で発表する企画書の原稿ですが見ていただけましたでしょうかああ、なかなかよくできていたよ要領よく短時間で説明するように気をつけてねはいあと資料の方ね欲を言えばだけど 見ている人の視点が分散しないように一番注目してもらいたいところを強調するようにするといいよ文章もあまり長くしないではいでは急激な変化がわかるようなグラフですねうーんそうだねもっと目立たせてもいいね文章はどうしてもこのくらい必要になってしまうんですがよろしいでしょうかああまあこれくらいならいいだろうわかりましたではすぐに直します 女の人はどこを直しますか三番画家と絵画教室の事務員が話しています絵はどこに描けますか 先生先生の作品を教室に展示させていただきたいんですが教室の前の壁ホワイトボードの横でよろしいでしょうかいやそれだと生徒さんの注意がそちらに向いてしまううよ。後ろはどうかな。教室の後ろには棚がありましてじゃあ、左右の壁どちらかは全面窓なので右側ということになりますが窓の向かい側か。 絵に直射日光が当たるのは避けたいなあ。あ、そうですね。では、やっぱり前の方が…うん、でもな。後ろの棚は高いんですか棚の上にスペースがあれば、その上でもいいですよ。はあ、棚は高いので、ちょっとそれは…うーん、でも棚を端の方へ移動させれば、スペースができると思います。 ああ、そうですか。じゃあ、それでお願いします。絵はどこに描けますか四番男の人が電話でチケット会社の人と話しています。 男の人は、この後すぐ何をしますかネットチケットサービスのチケネットでございます。ご利用ありがとうございます。ミュージカルのチケットが取れたというメールが来たんですが、チケットはどこに取りに行けばいいんでしょうかちょっとよくわからなくて。はい。チケットはお近くのコンビニでお受け取りいただけますが、チケットのお渡しはご入金確認後になります。あ、そうなんですか。はい。 メールが振込表になっておりますので、それを印刷してコンビニにお持ちになり、チケット代金をお支払いください。コンビニならどこでもいいんですかはい、大丈夫です。ご入金が確認できましたら、再びこちらからメールでご連絡を差し上げます。それからチケットを取りに行くんですねはい。確認メールにはご予約番号が書かれていますので、その番号をメモしておいてください。チケット受け取りの際に必要になりますので。 はい、わかりましたありがとうございました男の人はこの後すぐ何をしますか5番大学の研究室で教授と助手が話しています男の人がすることは何ですか 先生、ちょっと困ったことがはい、どうしたの実は、研究発表会の資料集の印刷が遅れているんですえ、印刷に回したって言ってたじゃないはあ、実は山本先生からまだ原稿が届いてなくて印刷所には待ってもらってるんですああ、山本先生いつも遅いのよね最速の電話はしたのええ、 遅くとも今日の午前中までにいただきたいってお願いしたんですがまだ届いてないってわけねすぐに先生に電話してええでもこの1週間毎日お電話してるんですよそう困るわねじゃあ電話は私がするわ先生のお返事次第ではそのページだけお断りの文を入れて印刷しなければならないかもしれないからあなたはその準備をしておいてはいわかりました 男の人がすることは何ですか問題二。一番会社の同僚が話しています男の人はどうして字が読めないのですかこれ読めます 細かい字が見にくくなってきたんですね。メガネかけた方がいいですよ。そんなんじゃないですよ。これなんて読むと思います。この漢字これですか？うん、えっ、ー、と全額じゃない？金あ、金額ですよ。金額か。じゃあ、これは書類を作るように部長にコピーを渡されたんですけど、かすれてて読めないんですよ。 昨日から調子悪いんですよ、あのコピー。それにもともと部長は字が汚いですからねしかしこんな汚いコピーで外部に提出するもの大丈夫なんですかねそういうのはもう一台の方でやってますから大丈夫ですよ男の人はどうして字が読めないのですか 2番 2> 女の人と男の人が話しています男の人はどうして引っ越しますか和田さんお引越しなさるそうですねそうなんです海の近くへねいいところですよ海ですかああ和田さん釣りがご趣味だからい,いえいえ趣味のためなんかでわざわざ通勤に片道2時間もかかるところへ引っ越したりしませんよ 片道2時間もじゃあどうしてですかああそういえばお子さんが病気がちだとかおっしゃってましたよねそれでですかいや実は妻の勤め先が変わるんですよ妻はやりがいのある仕事ができるって喜んでいてまあ空気のいいところですから息子の体にもいいと思ってるんですがそうですかでも2時間なんて大変ですねそうですけど 家族はやっぱり一緒にいるべきでしょう。私の実家にも近いので、両親も喜んでますよ。男の人はどうして引っ越しますか。三番。会社で。 社長と女子社員が話しています。社長はどう考えていますか澤田君、君の言ってた事業拡大の計画だけどね。あれ、進めてみたらどうだいしかし社長、今は不景気ですし、時期が悪いのではありませんかこういう時代だからこそやってみる価値があるんだよ。もちろん、 君だけに責任を押し付けたりはしないよ分かっておりますが短期間ではっきりした成果が出せるかどうか事業というものはそういうものだよまあ私の在任中に成功とはいかないまでもめどぐらい立ててほしいがねはあしかしもし失敗したら会社に与える損害は多大なものになりますしそうなったら中止するまでのことだよ挑戦なくして成功はないよ はいおっしゃる通りですが自信がないというなら無理にとは言わないがいいえチャンスをいただけるんですからぜひやらせていただきます社長はどう考えていますか 四番、女の人と男の人が話しています。二人は何に気をつけようと言っていますか今日ね、歩いてたら後ろの人が急に大声で話し出してびっくりしちゃった。この頃変なやつが多いからな。そうじゃなくて携帯電話よ。ああ、僕も経験あるよ。夜、暗い公園のところで 女の人が叫ぶような声がしてさ電話の相手と喧嘩してたみたいなんだよねへえそりゃ驚くよねっていうよりはキレたよこっちは強盗かなんかだと思って身構えたのに電話してる時って話に熱中してて周りの人のことなんか気にしてないのようんまあ人のことばっかり言えないけどね大声は出さないまでも携帯で話すのに夢中になってて気がついたら 周りの人がこっちをじろじろ見てたことがあったんだそっかお互い気をつけなきゃね二人は何に気をつけようと言っていますか五番 女の人がレストランに電話をしています女の人はいつレストランへ行きますかあのー、来週の月曜日の六時に五人で予約している木村ですが一人行けなくなったので日にちを変更したいんですがはいありがとうございます木村様いつがよろしいでしょうか 火曜日はお休みでしたよね。だから、来週の水曜日にお願いできますか申し訳ございません。当店は火曜日が祝日の場合、火曜日は営業いたしまして、翌水曜が振替休日になります。えああ、来週の火曜は祝日なんですね。はい、申し訳ございません。そうですか。うん。 火曜は三人がダメだし、木曜以降はみんなの予定がバラバラだし、うん、じゃあ彼女一人に我慢してもらうのが一番いいかな。すみません、じゃあそのままで。はい、かしこまりました。女の人はいつレストランへ行きますか 6番大学で学生が話しています。どうして大野くんは人気があるのですかねえ、大野って最近急に女子にモテ始めた気がするんだけど。大野くんああ、先月ゼミでキャンプに行ったんだけど、あれ以来大人気なんだ。へえ、キャンプで何かあったの大野くん、頼りになるもん。頼りに 大野がゼミではリーダーシップ発揮してるとか大野くんはどちらかというと無口な方だしそんな積極的なタイプじゃないよでもねキャンプでマッチ忘れてみんなが困ってたら大野くんが気をすり合わせて火をつけてくれたのよそれにご飯炊くのも上手なのなんだよそれ単に器用なだけじゃないか器用とか不器用とかじゃなくってトラブルがあっても慌てずに対処するってところがかっこいいのよ いいざという時人間の本当の価値がわかるのよねどうして大野くんは人気があるのですか問題3。 1>, 1番テレビで女の人が話しています今日も視聴者の方にお子様のお弁当の写真を送っていただいていますどれも可愛いお弁当ですねあこちらはアニメのキャラクターになってるんですねお弁当は栄養のバランスを考えることももちろん大切ですがこういう工夫をすると子供は喜んで食べてくれますよねこれがお弁当の大切なところなんです 別に凝ったものを作れというわけではありません。親が自分のことを考え、自分のためだけに作ってくれたんだと子供が感じることが大切なんです。そこに子供は親の愛情を感じるわけです。人間の基本的な欲求である食べるということを通じ、子供はいろいろなことを感じ学んでいくものです。 女の人の言いたいことは何ですか 1, ?1 親は子供に食べることの大切さを教えるべきだ 2, 2子供のことを思いながらお弁当を作るとよい3毎日かわいいお弁当を作らなくてはならない4 お弁当は栄養のバランスを一番に考えるべきだ。二番ニュースを聞いています。十五日、千葉県松戸市のコンビニエンスストアで、拳銃を持った男が現金数十万円を奪って逃走した事件で、 今日未明、男が乗り捨てたと思われるオートバイが千葉市内で見つかりました。発見されたオートバイは白い 250cc の中型バイクで、その特徴が目撃者の証言と一致することから、ほぼ男が乗り捨てたものに間違いないということです。警察では引き続き男の行方を追っています。どんな内容のニュースですか 1. コンビニに強盗が入った。2, 2コンビニ強盗がオートバイで逃走した。3コンビニ強盗のオートバイが見つかった。4コンビニ強盗が千葉市内で捕まった。 3番会社員の男の人が話しています最近の若い人は仕事や会社での人間関係より自分の利益やプライベートを大切にするってよく聞きますよね実際私も周りの若い社員を見てそんな印象を持っていましたですが最近ある調査の結果を見て考えを改めました20代のサラリーマンを対象にした調査で 仕事を通じて叶えたい夢があるという人が63.5%もいるんですねこれは2年連続で増加していて条件が良ければ転職する方が得だと考えている人は去年より減っているんだそうですまた自分の仕事の成果を高めるよりも職場の人間関係を重視するという人が93.8%もいるのは驚きました 男の人は今どんな気持ちですか 1, ?1 若い人のことを見直した 2, 2若い人はやっぱりダメだ3若い人は仕事に向いていない4若い人の考え方は認められない 4番大学の授業で先生が話しています最近犯罪の低年齢化が問題になっていますこれはテレビやゲームの影響だという意見がありますテレビやゲームの空想の世界と現実との差がなくなり善悪の判断がつかなくなってきているというわけです一方家庭のしつけに問題があるという意見もあります実際受験戦争のために 親の関心が子どもの成績に向くあまりしつけがおろそかになっているという指摘もありますしかしどちらにしろそういう子どもたちに共通しているのは想像力の欠如です自分の行動がどういう結果を生むか考えられない子どもが増えていることが問題なのです授業のテーマは何ですか1最近の家庭のしつけ 2受験戦争の影響3テレビやゲームの問題点4犯罪の低年齢化の原因5番 女の人がスピーチをしています日本には合に行っては合に従えということわざがあります習慣は土地によって違うからその土地に行ったらそこのものに従えという意味です私は1年留学していましたが留学先ではその国の習慣を知るのに夢中でしたこういう時どうするのそれはどんな意味があるのと聞きまくりました 私の質問にみんなは喜んで答えてくれました。でもある日、日本の場合はどうなのと聞かれ、愕然としました。うまく説明できなかったからです。日本では普通にしていたことなのに、その習慣にはどういう意味があるのか、どうしてそういう習慣が生まれたのか、よく知らなかったのです。外国の習慣を知ることも大切ですが、まず自分の国のことをよく知るべきだと反省しました。 スピーチのテーマは何ですか 1, ?1 外国の習慣を知ることの大切さ 2, 2自分の国のことを知る大切さ3外国語を勉強することの難しさ4日本のことわざの面白さ 問題4 1番あれ今なんか物音しなかった1音楽っていいよね 2, 2何も聞こえなかったけど3拾ったから大丈夫だよ 2番相手が強いチームでも団結すれば勝てるよ1うん負けるのはわかってるよ 2, 2結果はもう出てるもんねそうだねがんばろう。 3番少々お時間をいただけませんか1毎度ありがとうございます 2, 2今3時15分ですね3 5分ほどでしたら構いませんよ 四番。部長ってほんと融通がきかない人ですよね。一。頭が固いんですよ。二。耳が遠いんですよ。三。気前がいいんですよ。五番。 お客様、お料理はお気に召しましたでしょうか1ええおいしかったです 2, 2ええそれで結構です3ええ召し上がりました6番 もうここまで来たら後には弾けないよ1 1> じゃあ私が先に行きましょう <S 2> 2 <S そうだね頑張るしかないね <3 S 1> だったら押してみたら7番 昨日の会議は案外すんなりまとまりましたよ。一。会議になったんですか。二。<2 S 2> それは大変でしたね。三。<3 S 2> そうですか。良かったですね。八番。 この写真だけど、ちょっとボケてるんじゃない 1, 1さすがプロの作品だね 2, 2テープで貼れば大丈夫だよ3本当だ、失敗だね九番 旅行先で大変な目に遭ったそうですね。1ええ、本当に綺麗でしたよ。2, 2ええ、もう思い出したくもありません。3, 3いいえ、誰にも会いませんでしたよ。 10番上田さんを怒らせちゃったんだけど今さら謝っても手遅れかな1怒らざるを得ないよね 2, 2これから遅れないでね3でも謝るだけ謝ってみれば 11番子供の受験のことを考えると胃が痛くなるわ 1, 1お子さん病気なの 2, 2心配しすぎるのも良くないよ3食べ過ぎたんじゃないの 問題五。一番。家族旅行について、家族三人が話しています。今年の夏休みは。少し長く取れそうなんだ。みんなで、どこか行かないか。そうね。ひろしが子供の頃は、よくあちこちの山に登ったりしたけど。 久しぶりに行ひろしも来年は就職だからまとまった休みは取れなくなるぞどこか行きたいところはないかうーん夏休みはサッカーの合宿があるからなでもまあ行き先次第で考えなくもないけど海外とかは海外は今からじゃホテルが取れないだろう。う国内にしたって同じよ とにかく早く行き先を決めてホテルを取らなきゃじゃあホテル取るのも大変そうだから田舎のおばあちゃんのとこに行く俺もう5年ぐらい行ってないよおじいちゃんのお墓参りもしたいしへえひろしからそんな言葉が聞けるとは思わなかったわおばあちゃん喜ぶぞ本音を言えば沖縄に行ってダイビングとかしたいんだけどね まあまあ、せっかくヒロシから言い出したことだし。夏休みは、みんなでどうしますか ?1、山に登る <S 2, 2、海外に行く3、田舎に行く 沖縄に行く 2>, 2番男の人と女の人がテレビを見ながら話しています私が学生の頃は。 英語を学ぶときは、まず単語をたくさん覚えたものですが、最近はどれだけ単語を知っているかより、英語で会話ができるかどうかが問題です。ですから、本や参考書を使って独学で勉強するという人は少なくなりましたね。街のあちこちに英会話スクールがありますから、会社帰りにスクールに通う人が増えたようです。それから、 テレビやラジオの講座を利用する人も多いですねそしてこれからは好きな時間に自宅にいながら教師と会話して英会話を学ぶつまりインターネットを使った学習方法が主流になっていくでしょうねへえ私の勉強法って少数派なんだ鈴木さん英語の勉強してるのしてますよ仕事でも英語使うようになってきたし 川田さんはうんやらなきゃいけないと思ってるんだだけど僕は意志が弱いから鈴木さんのように一人では勉強できないよ誰か一緒にやってくれる人がいないとでででもも仕事忙しししいいんんょ帰るる時時間間遅いし決まった時間に何かやるなんて無理ですよねうんでも僕にぴったりの方法があるって分かったからやってみるよ質問 1女の人はどの方法で英語を勉強していますか質問2男の人はどの方法で 英語を勉強しようと思っていますか